それは僕もそう思いますけどね。それはそれとして、霊音、言われてる霊音というものがある時に到達してですね、コンクリートの上にですね、まあ化学反応がしつつも、とにかくだいぶ衰えた状態で、復元的に衰えた状態になるもんですかね、この半年ぐらいで。とてもそれはですね、今の日本の政治経済上は極めて重要な問題なんですよ。それはですから、ゴミを捨てるようにこの何かで放って向こうに行ってね、はい終わりましたと。水が、そうするとまあ次の責任問題に入れるんですが、水がこう、先ほどね小村さんの話と続けると、私もね、水が周りにある状態でずっとね、こうなんとかなってる状態でどんどん行くってことは、まあないと思いますよ、ね、水が全くないとね、うん、ないと、コンクリートと反応を起こすんですね、余裕してるのに、うん、それがね、また大量に熱発してくるって状態になるんですね。それが化学反応って起こすみたいですけど、その大量な蒸気の、いろんなものを出してですね、それは特に初期の段階も多いんですけど、だんだんそれが減ってくる可能性がね、そういう意味で今の段階は水が入ってれば確かに私もそうだと。問題なのはですから、先ほど申し上げたらいいんじゃないかというと、例えばどこかでそういう本当に水がちゃんとあるかって聞いてるわけじゃない、ということを言ってるわけですね。で、それをまあ、もしそういうことがあるならばって前提で言うならば、小出さんはそういう場合には他言ってるかどうか分かんないぞっていうことを多分おっしゃってるんだと、そういうふうに理解してますね。ロジックとしては確かにそういうね、ロジックはあると思うんですよ、その小出さんがおっしゃってるというのがね。ただその、ね、現実に今原子炉建屋の中は、最地下階ですよね。最地下階、つまり数メートルの厚さの鉄筋コンクリートの床があって、でその床の上にさらに水がですね、今数メートル溜まってるってわけですよ。水がですね、でそれが、別にそこが沸騰してですね、蒸気を出してるわけじゃない。もしそこがですね、つまり鉄筋を溶かすような温度っていうのは1000度を超えますよね。もし そんな状態のがあったら、水が沸騰してですね、今でもその原子炉建屋から蒸気がポン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 出てるわけですよ、建屋の外に。だからそういう状態が落ちてないっていうことは、水が大気圧の下で100度以内で収まってるわけですよ。それだったらまず鉄が溶けるようなね、そういう状態はないだろう。建屋の中に水が溜まってるっていうことは、地震によって建屋の床にひびが入ってっていうこともまあないと考えていいんでしょうか。あ、いや、そういうことではないですね。つまり地下水とつながっちゃってるかもしれません。それはそうとして、大量に水をこう大量にというか、ずっと3月からですね、炉心を冷却するためにガーベから水を、海水だとか、あるいはその川の水だとか、そういうものをですね、継続的に入れてたわけですよね。でそれがいつまでたってもそのたまらないと、例えば原子炉の中の水位が上がらないとか、格納容器の中の水位が上がらないと思っていたら、何のことはない、じゃじゃ漏れで建屋の底に溜まってたと、こういうことですよね。でそういうことですから、つまり水が水の状態で、つまり蒸気、沸騰して蒸気の状態になっていないということは、そんな鮮度のないようなその核燃料の溶けた塊が下まで行ってないかと僕は思っています。その、圧力容器から漏れ、格納容器から漏れっていうところのですね、がその燃料によってその突き破ってきたのか、あるいは地震があって、地震によって損傷がありですね、要するに建屋全体だとか原子炉そのものが地震に対してどうあったのか、要するに津波だけではない揺れによってそういうふうにその漏れてきたのか、どうなんでしょうか。地震との関係はですね、実は今検討しているわけですけど、東電はご承知のように地震が来た時に、電源が、鉄塔が壊れて電源が、外部電源ですね、外からの電源がなくなって非常用の電源が立ち上がったけど、それが 水でやられてダメになった、全電源喪失が、起こった、こう言ってるわけですね。これがシナリオ、表のシナリオです。で我々が一番心配しているのは、その地震っていうのはどういうインパクトがあった、どういう影響があったかって全く分かってないんですよ。例えばですね、今回の一番1号の出た坂に田中美津子さんが言ってるのは、
地震が来てその、本当にその次に津波が来るまでの間何があったのかっていうことを分析していくと、他の2号3号なんか非常用の地震が動いてましたからね、冷却してた。1号についてはそっちじゃなくてアイソレーションコンデンサーという電気を使わない蒸気駆動のやつが動いてるわけですよね。でそれがパッと動いて止めちゃう、ほんと数分やって止めちゃうんですね。で今度はもう一度自動立ち上げるんだけども、自動で立ち上がるんだけど、それもまた絞っちゃうんですね。しかもその2基ある1個しか使わないとか、異常な、いや異常っていうのは我々が常識的に見るとおかしな運転のもやり方してるわけです。でそれでメルトダウンに行ってるわけですよ。急激に水位が落ちてね、どう見てもね、その圧力温度の状態がいろいろ見てるとね、どっかが切れて漏れてたとか、うん、あるいはアイソレーションコンデンサーが APR1 B 系統は壊れたんじゃないかとか、そういう疑い持ってるんですよ、うん、素直に。これは素直な意味ですよ、うん、素朴にそう思ってる、うん、ただそれについて説明が全くない、関係ないんだと。もう水位計は間違ったから、あれね、もう早期にメルトダウンして、であとはこのね、こういったんだって、そういう説明だけなんですね。それはシミュレーションでやってる。でそんなのはね、技術的な説明になってないんですよ。シミュレーションっていうのは単にどれだけ熱量があったらこれで温度がどうで、こうやってやったら計算したらどれだけで溶け落ちる、どれだって単にシミュレーション解析、パラメータをいじる。パラメータっていうのは例えば穴がここに仮定するとか、これだけ漏れるとか、そういう仮定を設けて計算したら操作可能なんですよ。でそれを想定してやった一つの結果をもとにものを言ってるだけなんですね。そうするとそのことと地震でどうこうっていうとは全く関係ない。そうすると物証ですね、実際にここが壊れてるとかなんかは見ない限りはなかなかわからない。で少なくとも我々がこう疑問に思ったことについては、東電は本当ならそれについて、いやこれはこういうことですと、いやあなたが言ったら間違ってる、これはこうで説明つくだろうって言えばいいんだけど、アイソレーションコンデンサーとの説明したんです、数日前に。何か、その出てきた結果が全くそのじゃあマニュアルにこう書いたらマニュアル操作通りって言ったら、マニュアルって墨塗りですよ、ほとんどね、うんうん、まあ、数十秒あるうちね、ほんの1、2行ずつ見せるだけで、あと全部伏せた状態で出してるんですね。つまり本気で真面目に説明する用途が全く見えないんですね。これは私は非常にびっくりしてるんですね。アイソレーションコンデンサーが立ち上がったときは、これはどんな電力で立ち上がる？いや、電力じゃないです。原子炉からですね、蒸気がこう出てましてね、それでバルブがあって、そのバルブさえ開いてあれば、うん、ぐっと勝手に出てくるんですよね。温度が高いね。それでその管を行ってこう行ってタンクがありましてね、そのタンクの中にこう配管が通るんですよ、うん、で配管の中に入るんで、この周囲の水は冷たいのでこれで冷却されるんですよ、うん、で蒸気が水に戻って元に戻ってくる。勢いはないですね。これで循環するんですね、うん、これでかなりの時間持つんですね。でそれ2基ありますから、それがずっと生きてればメルトダウンとありえないでしょ。じゃあ止めてるわけですよ。なぜ止めたんですか。でじゃあ圧力蒸気の逃がし源が動いてあるってことないんですか。だからね、電力じゃなくて、どう見てもね、どう見てもどこからね、どこから漏れて、絶対の勝手じゃないんだから、どこから漏れて、緊急じゃないんだから、どこから漏れてこうなってないと説明つかないから。電力会社の PR には、原子炉自体は自動的に自分を抑える、抑制コントロールする機能があるっていうのはそれなんですよね、って書いてあるんですよ。で次にその黒塗りの話に、はいはい、黒塗りは、はい、毎日が最初に書いたのかな、はい、毎日新聞です、ね、毎日新聞と東京新聞と、ね、自己自運転操作手順書っていうのがまず最初黒塗りで、週刊ポストがね、今週やってますけどね、はい、あれは頭大丈夫ですかね、はい、原子炉の問題だって、ほとんどこれ東電の頭の問題だから、ね、今は一応正確に言いますと、うん、運転マニュアルなんですね。もともとは事故原因の知りたいので、なぜそうやったと、こういう運転マニュアルがあります、うん、じゃあ見せてくださいってから始まったんですね、うん、で最初は抜き掛けの何行であったんですよ。で、これ抜き掛けで全体で分かんないじゃないですか、見せてくださいよって言って相当抵抗されたんですよ。当然は、いや出せないんだ、出せない、2つの理由がある。1つは私有財産の問題、財産の問題、もう1つは核物質防護って言いまして、そのいわゆる核物質に対する対テロとかいうことから、その、ね、核の情報に関しても出さないっていう、その2つの視点で断ってきたんですね。でその結果、どうしても国会議員の委員長の、ね、名前が出てるんで、それに対して出たのが、そういう格好ですね。で回収したんでしょ、毎回回収してるの。資料も回収した。2回目はそうですね、1回目は出したんですよ。
で2回目は今度は回収してるんですね、だそうですね。4回ぐらいその国会委員会で要求して、はい、まだ未だ要求してるらしいですが、はい、この前あの原子力資料情報室の人からの話では、9月のこの場に旗原委員会の方には通、はい、りじゃないものが出てるという、はい、という噂がありますね。噂は私も聞きました。それとあのその後のシビアアクシデント手順書っていうのがまた別な手順書です、はいはい、これも黒塗りで出されてるわけですね、はいはい、ですからあの多分東電側の言い分はその運転マニュアルとかそういうことはあの自分たちの財産であり、あるいは核物質防護、核物質防護ってちょっと怪しいんですけどね、全部あれ核物質防護カードは私は持ってませんけども、あのまあ仮にそうだとしてもですね、そういうものそういうものはあのによらないというか、あの自分たちは自分たちでそれ抜きでその分析してるんだっていう姿勢でね、でちゃんと説明しきってれば場合によってはね、まあ、そこまでいかなくてもいいわけですよね、本来は。マニュアルまで要求したら何かって言ったら疑ってるんですよ、その操作おかしいだろうって、そんなことありえないだろう、マニュアルじゃあ見せてよって、こういう議論の中で出てきてるんですよ。ですから、まあ、一つは見せないって行為のひどさと、その以前にそもそもが事故原因に対して真摯に説明しようとする気は毛頭見えない。国民に対して説明する気はない。で、畑村委員会ですね、事故調査委員会に対してはさすがに抵抗できないけどしちゃいけないんで、まあ、それに対して出すって姿勢は見せてた。ですけど、私が思いますのは、事故調査委員会でどこまで分析できるのかっていうのは正直怪しんでます。なぜかっていうと、あそこの中に原子炉の専門家はほとんどいないじゃないですか。私の知ってる限りはほとんどいません。そうするとそのマニュアルレベルの話ができる人なんてほとんどいないと思いますよ。そういう、ですから我々は逆に国会の場でそういうのがあって我々のサポートしながらそういう話をしてるわけですからね。そうすると事故原因に関して日本できちんと東電保安がやってることに対して本当にこう手が届くのかっていう危機感ですね。それを私は思ってますね。そのこの手順書っていうのはマルヒの、もともとマルヒ文書ですか。マルヒといえばマルヒかな。本当はマルヒじゃないと思いますよ。社内限定。社内限定。だって社内限定。そんなものをですね、あの例えば東電以外のどっか会社の人がですよ、原子力あのそういう手順書、非常時操作手順書を持ったって何も儲かんないじゃないですか。そのね、で東電が被害を受けるとも思えないです。だからまあ理由として何でしたっけ、その国家の核物質防護と知的財産上の、まあ、そういうことを言ったら何ですか、何でもそれね、あの引っかかっちゃいますよね、国家の安全の外相に関わる問題ですから、はい、これあの今は国会の話ですけども、はい、本当の国勢調査権をね、議決して発動質問というのは耐えられないですよね、はいはい、こんなことをやったって、ね、そ, うだそれまでに、冷温の状態に達すればですね、はい、僕がさっきもね、いつ頃達するのかっていうのは、国家のお金の方の重大問題だっていうのはね、まあやっぱりその収まってしまえばですね、賠償についてもね、あの国家を運営している人たちの恐怖心もですね、どっかで収まる、はい、まあ、ほとぼりが冷めると、はい、その競争だと思うんですよ。そうするとね、そこであのこれはまあ耐えられないですよね、どっちみち隠したって、はい、はい、そうですね、最後は無理だと思います、ね、まあ、それからあのいろんな記者会見にね、社長が出てこないと、はいはい、これも、ね、まあ、考えた末にやってるんでしょうが、そのタイムリミットっていうのはやっぱりこの年末にですね、ある程度こう冷温に近い状態になるというね、はい、ことというのをまあ文化系的に想定してやってるんでしょうが、ちょっとずつやっぱり元へ戻ってですね、はい、まあ年末とか来年の初めにはね、まあマークというところに達するのかどうかというのはどう思われますか。今ね、この9月6日の時点での状況としてですね、1号機の原子炉圧力容器のその底の核燃料が溜まっていると思われる場所の温度が約80度、それが2号機のその場所ですね、熱圧力容器の一番下のところが113度、それから3号機が198度と、つまり大体100度近辺ですね。それで冷温停止っていうのはまあ常温なんですよね、冷温停止っていうのはまあ常温で安定してこう保
持つという、そういうことなんですね。だから常温で何度ぐらいですか？常温というのはだから30度とか、まあ、ちょっと高くても40度とかね、まあそのぐらいですね。で、まあ、なぜかというと、普通事故ではなくてですよ。例えば原子炉が止まりました。そして蓋を開けて燃料交換しますと言った時、水が沸騰してたらですね、燃料交換なんかできないですよね。だから常温になった時にやっとその電話交換ができる、つまり冷温停止になってから燃料交換ができるとか、だから大体常温よりちょっと前、そういう状態は冷温停止です。だから今の状態を見ると、あの100度前後だから、あまだちょっと冷温停止とは言えてない。これ沸騰前後ですよね。だから水があれば当然沸騰してると思いますが、あのまあ、100度を超えてるところですね。100度を超えてるのが今あれですね。2号機が113度、まあ、1号機が85度、3号機が98度と、9月6日の6日の時点でどこになったら10日前ですね、今から。で、私実はこれはどこがこういう温度を発表してるかといったら東電に違いないですね。だって他の人は入れないんだから。だけどですよ、原子炉がその核燃、溶けた核燃料で破られたわけでしょ。ということは1000度以上でしょ、ね、そこについてる温度計なんで測れるんだろうと思う。普通サーモカップルなんてそんな温度になったらですね、もう使えなくなっちゃいます。だからこの温度をどういう方法で測ってるのかですね、それすら私には、うん、だからこの値そのものか、あのそういうとこまで説明してもらわないと納得できない。だからそれ新聞記者の方がそこまでね確認してこう書いてるのか、記事をね。だってそうでしょ、そうですか、こんな分厚いね、あの鉄の入れ物が溶けて穴が開くっていうんだったら熱は逃げちゃうんですよ。普通熱したってバーナーであれしたって逃げちゃって溶けやしませんよ。その逃げ、どんどん熱を逃がしながらも溶かしてやっていったら猛烈な温度、多分2000度ぐらいになって初めて溶けるんで、そしたらサーモカップルなんか全然使えなくなっちゃう。そうするとその緊急時対策支援システムって IRSS っていうのがあって、水位やら圧力やら温度が上がって、でそれを官邸にもあの報告したけども、それを活用しなかったところありますが、この IRSS っていうのは水圧や水位や圧力温度っていうのは測れるものなんですか？それが実際にデータは当然持ってると思っていいですか？まあ、官邸に発信したっていうのがあるんでしょうね。IRSS 緊急事態策支援システムっていうのがあのついこの前新聞にあって、炉心溶融も予測できるという。IRSS というのは日本語で何て書いてある？緊急時対策支援システム。あの多分なんかあのいわゆる計測してそれから判断するなんかやり方ですね、水位や圧力や温度が分かるので、はい、それを何て書いてある？炉心溶融を予測できるもので、これの、データをですね、はい、1号機については官邸に送らなかったけれども、2号機3号機については官邸に送信した、しかしそれは活用しなかったというふうに書いてあります。じゃ あ, あのここでね、その質問はですね、あの、5分ぐらいのところにしまして、ちょっと休憩したいと思います。ちょっと休憩しましょう。ちょっと取れて